じゃあ早速開封していきたいと思います。こんな感じで伝票も入ってます。いっぱいありますね、伝票。はい、めちゃくちゃありますよ。こんな感じで生地って届くんですよね。もうめちゃくちゃいっぱいあります。これが3パッキン分なので、多分ざっと100着ぐらい、100着分ぐらいの春夏の生地があるので、まずは何をするかというと、届いた伝票をもとに一つ一つ検品をしていきたいと思います。最初に言っておきますけど、この作業めちゃくちゃ大変な作業なので、すごく時間もかかると思うので、いろいろですね、ところどころ見せていきながらやっていきたいと思います。100着分一個一個検品ってめっちゃ大変ですもんね。そうなんですよ。生地が足りないとかあったらいかんからですね。そうなんです。こういうね、番号とか載ってるんですね。ちゃんと合ってるかっていうところが一つ一つですね、チェックしていきたいと思います。じゃあ比嘉さん頑張ってください。一緒にやりましょうね何時間かかりますかね、この作業いや本当ですよ、絶対1日以上終わらない。